これを使ってオラ直伝のアイテムを作ってくれたす。でも今回小さめに作ったけんさ、解けるの早いよ。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年2月12日日曜日の午後1時34分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の映画の再放送、どなたかご覧になりました？もう何度も見てるお気に入りの映画ですが、昨日もやっぱり面白くって、今もまだ余韻に浸ってるんです。あ、私ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、あ、びっくりした、雪だるもまだ溶けてないんやと思ったら、あれやんね、作ったやつじゃないやんね。まあ、作ったは作ったけど DIY で作ったやつやわ。あ、どうも久々、あなたにはそろそろ教えてもいいかしらね、私のとっておきのラブっていうリアクション。お、久々、うっとりするほど夢心地な時や最高に幸せな気分の時にぴったりなのよ。そうね、最近の出来事で言えば、ずっと欲しかったこの服がついに私のものになったのね。ね、こんな風に自分の世界に浸っちゃうくらいの時に使うのがおすすめよ。だってば、ラブなリアクションを教えてもらった。うっとり、このリアクションって前からはなかったんやっけ。ねえ、ちょい待ってや、待ってって、違う違う違う、あれどれやったっけ、違う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 、リアクションってどれや、これか。マジでリアクションができないんですけど、あ、これや、あ、待って、すべてラブーモミーさんが反応してくれた、ありがとう。アイナさん、しばらくお話できなかったですね。今日は話しかけてくださってありがとうございました。なんだかほっとしました。たふん、そんな前やった話したの。アイナちゃん、話すの久々。みんな帽子かぶっとるね。なんか最近タイミング合わなくておしゃべりできなかったよね。微妙に寂しかったんだから。あは、微妙にね、自分帽子かぶっとるのにそれ子供にもかぶせてあげてよ。なんなら子供サイズじゃね、その帽子大人よりもね、なんか微妙な感じで。お、おや、アイナ、あれ、そういや最近あんたと喋ってなかった？時々見かけてはいたから、ついこの間喋ったような気がしまってたよ。だってね、つい最近な気がするんやけどな。てかなんかどっかさ、なんか他のゲームでハンナちゃんって子出てこんかった？出てきたよね。でもなんかだいぶあんな可愛らしい子ではないんやけど、なんか不気味な感じのでハンナっておらんかった？お魚もなかなかにじらし上手ね。でもこっちは釣れなきゃ釣れないで逆に燃えてきちゃうのよ。素敵ね素敵。なんか今日雪の結晶めっちゃ多いね。お、あ、雪玉発見。いらっしゃいませ、ませたぬき商店ようこそ、ようこそ。え、めっちゃ可愛い。ね、ケーキのショーケースある。そちらの商品はケーキショーケースでございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は15,600ベル欲しい。いる。めっちゃ欲しい。てかね、ショーケースプラスケーキもついてくるとかめちゃくちゃお買い得やん。いつから並べられたんか知らんけど。ありがとうございました。さーて。あ、あそこにあるね、雪玉。ってことはとりあえず、じゃあまた今日も雪玉を作りまして、いけい。お、あ、でも同じぐらいのサイズ同士。ハッピー雪だるま、この頭と体。おお、やったよ。あ、別に大きくなくていいんや。同じ大きさ同士やったら、同じ大きさ同士っていうか、まあ、ベストバランスやったらどんな大きさでもいいってこと？めっちゃ今回いい感じにできてるんじゃ。これから始まる雪だるまライフも金ピカに輝いている気がするだす。
また君にはいくら感謝してもしきれないです。俺にとっておきのアイテムの作り方を教えるずら。氷のテーブルの DIY レシピです。お、あとこれもあげるずら。そのアイテムを作るのに必要な雪の大結晶を出す。持ち物に入れておいたらす。これを使ってオラ直伝のアイテムを作ってくれだす。でも今回小さめに作ったけんさ、溶けるの早いよ。ほらめっちゃちっちゃいもん。前もっと時間かけて作ったもんね、大きさ。ヤッホーヒュージ君。うわーい、やっと話しかけてくれた。君すごく忙しそうだったから話しかけにくかったんだよね、だぞ。んで DIY レシピ、これか。氷のテーブル、雪の結晶が8個。じゃ外に雪のテーブル作ろうや。雪？氷のテーブル作ろうや。網よし。今日結晶めっちゃいっぱいあったもんね。で8やろ、8。こういうのね、探し出したらなくなるっていう。虫取り大会とかもそうなんやけど。はい、1。もう溶けないようにそーっと触った時点で溶けるけんね。そんなん、手の温度があるのにさ、その上で一瞬でも触ったら溶けるやろ。これ3。やっぱ今日いい感じのペースかもしれん。3。さあ来いよ来いよ。3。あ、なんか結構さ、冷凍食品のコーナーとか見よったらね、氷の結晶みたいなんできとるよね。あれいつも思いよったんよね、こんなところでもできとると思って。あれもうなくなった。3。まだあと5ついるんやけど。3。お、4。あと4つ。さ、なんか話しよる。何話してんの。あたいは将来マルチに活躍できるアイドルを目指してるんだ。マルチって何？だぞ。最近マルチタレントっていうなんかやけに多いよね。めちゃくちゃ思うんやけど。簡単に言うと、色の時を持ってるアイドルになりたいってこと。アイナちゃんはどんな時があればいいと思う？アートな感じ、サバイバル能力、料理上手。サバイバル能力？でもなんか個性は出そう。サバゲーが好きな芸人さんとか結構おるもんね。あたいって何気に釣りとか DIY やりまくってるし、サバイバルならいけるかも。DIY 系の、なんか、ね、番組のコーナーみたいな、結構ある気がする。だいたいヒロミさんやけど。サバイバルの力があれば、島がゾンビに襲われた時、脱出できるね。島がゾンビに恐ろしすぎる。そこまで厳しい状況に立ち向かえる自信はさすがにないわ。どういう状況？そんなパンデミックな状況になることある？動物の森やってて、今ここなんか飛び寄らんかった？気のせい？消えた？わからん、なくなった。あったとしたらなくなった。でも今4よね。4多分。4。あ、あそこにあるけど、こっちか。オッケー。待って、風に吹かれんといて。よし、5。いける。あと3。おっと、あった。やっぱ今日多い気がするよね。待って。消えた。消えたよ。え、今5やっけ。え、今が 5？ ちょっと把握できんくなってきたんですが。まあ5やと思っとこ。5。これ私が置いたやつかな。光ゴッキのやつ。お、6。多分。
あと2。ん？今なんかなかった？気のせいか。ん？気のせいやな。この走った時に舞い上がる後ろのね、あの足元で舞い上がる雪を結晶やと思った。7？ あと1やない？あと1、あと1、あと1。どこや？家の近くとか飛んでない。あったー。あったー。はい、ラストー。さあ、これで作れるのでは？出すかね。DIY で何か作ろうかな。作ります。よし、氷のテーブル。作っちゃいましょう。氷のテーブルができた。オッケー。ちょ、飾ってくるわ。氷のテーブル。全然物置けん気がするけど。どうしよう。邪魔やな。これじゃなくて、氷のテーブル置いとこ。じゃん。椅子が欲しいね。椅子4つぐらい欲しい。で、まあ誰でもここで、でもなんか長時間座っとったら溶けるか、氷側に張り付いていくかのどっちかな気がするけど。怖い。お、アイダホーうちにおるな。どうも。あれ、アイラちゃんか。なんか話すの久しぶりだな、の心。でもオイラ、お前のことチラチラ磨けた気がするんだよな。さては、オイラの目を盗んで筋トレサボってたんじゃないか？よーし、今日から鍛え直しだ。最近筋トレできてないんよね。めんどくさくなっちって。よう、どうした？の心。世間話でも。なあなあ、ハッピーホームアカデミーの点数どうだった？オイラは、まあ、今後の成長に期待ってとこかな。それにしても、あれっていつ部屋を見てんだろうの心。確かに。監視されている。怖い。どっから見ようんやろうね。それか常に、監視カメラみたいなのが、取り付けられとるかのどっちかな気がするけど。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか、動物の森のみんなが、ね、話しよったけど、ゾンビになったとしたら、でもそれでも可愛い気がするな。ね。